タケノコもらっちゃいました。これ破竹だって、すげえ、なんかミサイルの弾頭みたいだなこれ、はい、うわすげえでかい。ありがとうございます。破竹、えぐみがないという破竹、八宝菜だな、はい、今日はバスが釣れた。ありがとうございます。八宝菜って確かタケノコ入れるよね。そうですね、うん、おすげえでかい、食い出があるな。ありがとうございます。じゃあ早速バスが釣れたら、釣れれば八宝菜します。はい、よし、今ほらもう17時13分、ね、だいぶ涼しくなって、さっき三重バスがチャカチャカっと出てきた。だから、まあ、すぐいなくなっちゃうんだよ三重バスな。でもな、その辺で連れてくれよな。今日はタケノコが、タケノコもらえたんだから。なんか持ってった今、何、濁いかカメか、なんか今浮きが一瞬入らなかった。あー持ってった、なんか元気、ほら元気元気元気。あ違うな、匂いか、バスじゃねえだろ。あんな持ってき方すんのバスじゃねえよ。なんかツーンと持ってきよう、チキショウ、ふざけよ。あ、なんか持ってってんの、あれ持ってってんのか、持ってってないじゃん。ダメじゃん、ダメじゃん、頼むよ、頼ますよ。なんだバスか、バシャバシャっとかかりました。あ、バスだ、バスだ、よしよしよし、おお、よし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 、そっち行くな、そっち行くな、あし、そっち行くな、そっち行くな、ああ行っちゃう、あこう、その中に入るなっつんだよ、頼むよ、ほらこっち来いよ、ほらハリスが細いんだから今日も、頼む、よし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 、あお粘るの、お2匹いる、ついてるよ。疲れたか、まだ疲れないか、ほら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 、よし、こっちかこっちか、ほらそっち行くんじゃないぞ、ほら少しここで疲れさせてやる、ほらな、疲れろ疲れろ、ほらもう疲れたな、よし玉入れのとこに持っていこうか、ほらこっち来い、こっち来い、こっち来い、よし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 、こっち来い、こっち来い、よし玉入れこうな、ここね、ここだ、ここほらここで玉入れてやる、よしね、よし、よし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 、はい、来いこっち、ほら来いこっち、ほら来い、ほら来た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 、浮いてないとダメだな、ほらこっちかこっちか、ほらでももう疲れただろう、ほらだいぶ疲れた、だいぶ疲れてるはず、お前はもう疲れたよ、ほらよいしょ、ほらいた、入りました、よいしょ、うまあまあデブったバスです。おお、なかなかでかい、40超えたか、ほらやった、でかいよこれ、ほらね、ハリス 0.65 やりました。じゃあな、ここな、今日もな、松田実る記載形式で測ります。ほら40 40 41 41だ、やった、41だよ、41のバスです。ほらやった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 、おいお前俺ん家来て八宝菜になってくれ、頼むよ、八宝菜八宝菜、今日タケノコもらったからな、やったぜ。はい、それで今回持ち帰った釣果はこの41センチのブラックバスです。それと釣果じゃないけどもらい物、これだよ、これ飛翔体ミサイルの弾頭部、こんなにたくさんいただいちゃいました。でこれをいただいたがゆえに今日の料理は八宝菜っていうことに決まっちゃったんだけどな。でな、これ41センチあるから、まあ、重さも1キロ近くあるんじゃないかなと思うんで、ちょっとな、参考程度に重さを測ってみようと思います。じゃあな、この台湾のデジタルばかりでこぶら下げてな、だーっと測ってみましょう。
ほら、ある。 1.02、 1.04。 おお、1キロ、1キロ50グラム。やったよ、1キロオーバーのバスゲットしました。でな、今回の料理の八宝菜なんだけどよ、まあ、八宝菜もお手軽調味料っていうのが結構出てるよな。それをな、ちょっと探しつつスーパーマーケットに行ってみたんだよ。そしたらあったよ、すげえいいのが。それはこれです。これクックドゥ、これ有名だよね。味の素なんだね、クックドゥっていうのはね。これもな、ほら、八宝菜なんだけど、バスト破竹のための八宝菜、こんなのが出てるんだ。やっぱ今大手のこういう調味料のメーカーはもうバス専用のこういう調味料っていうのをさ、どこでも全部出してんだな。やったよ。ほんでな、これ作り方とか材料見ると、見ろ、ほら、用意するもの、バスと破竹だけ。やった、今回の超過のための調味料だよな。で、作り方なんだけど、どういうわけだか不思議なことに、作り方はこう、なんかさ、ごちゃ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 、バスと破竹とは関係ねえだろうみたいなことが書いてあるんだけど、これは無視していきましょう。で、今回いただいたこの破竹ね、これ河原組の王さんからいただいたんですけど、破竹はほら、アクが少ないタケノコっていうので有名なんだよね。でもね、王さん曰く、やっぱね、このぐらい大きいやつはちゃんとアク抜きしないとえぐみがあるんだって。でもよ、アク抜きって時間かかんじゃん。これアク抜きしてから八宝菜にすると日付変わっちゃうよね。それじゃなんだからよ、今回はアク抜きしないでこれを使っていこうと思う。っていうことはだな、このタケノコの穂先の部分、先っぽの部分だったらアクはちょっとは少ないだろうから、この部分だけを使うことにします。でな、この根元の方っていうの、こっちの方はちゃんとアク抜きしてな、これは今回の料理とは別に、まあ、タケノコご飯でも作って、今日から毎日毎日タケノコご飯食ってよ、とにかく勢力つけていこうと思う。それでこっちのバスの方な、バスの方はいつものように三枚おろしにして皮を引いて、その後適当な大きさにぶつ切りにしてから焼いて、それを八宝菜の具として使うことにする。そうと決まればやることはいつもと同じだ、同じだよな。まずは鱗を取り去りましょう。鱗が取れたら頭を落として内臓を取り去りましょう。はい、これで頭と内臓、胴体の方に分かれました。それでほら、胴体の方には今回のも結構発達したでっかい卵が入ってます。まあ、この卵はね、取り出してまた例のごとくカラスミの材料にするんだけど、このカラスミ作りの方はね、今回の動画では紹介はいたしません。胴体の方は切断面についた血を流水で洗い流しましょう。はい、このように頭と内臓を取り去って切断面もきれいに洗いました。そうしたらいつものやつだよ。え、今日のもでかかったからな、きっといっぱいついてるぞ。ここな、ここ、ここについてるこの膜、これは浮き袋の膜です。それでこれをいつものようにこの調理バサミで切り裂いてみると、ほら、出てきたよ、出てきた出てきた、今日もバス油田が出てきたよ、バス油田。油がほら、ここんとこね、浮き袋の付け根のここ、ここにほら、ブリ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 油ついてますよ、すげえ油だ今日のもね。で、この油が臭いんだ、バスはな。で、バスは油がね、ここに集中してるんですよ。だからこれを取り去らないといけないんだけど、今回も三枚おろしにするよな。そうするとこのあばら骨を突き取るんだな。その時に一緒にこの油も取ってしまうことになります。じゃあな、三枚おろしの方にかかることにいたしましょう。
ここまでできたら我々素人がこのあばら骨を背骨から切り離すときには調理バサミだよな。調理バサミを使えばとにかく怪我をしないで安全に作業ができるからな。はい、これで2枚おろしになりました。そうしましたらこちら側、背骨のついてる側も同じようにやって3枚おろしを完成させましょう。はい、このように3枚おろしが完成しました。そうしましたらこの中骨のとこ、ここはね廃棄してしまいましょう。そして次はこのあばら骨、あばら骨をすき取っていくことにします。はい、これであばら骨がすき取れました。それとともにほら、ここについているこのブリブリっとした臭い油、これを取り去ってしまうことになります。次はですね、このぐらいこう幅が広い魚はですね、先にこの血合い骨を取ってしまって、血合い骨をね、で細長くしてしまった方がその後の作業がやりやすくなります。そうしましたら次はこの皮を引いていきましょう。皮を引くときにはこのような刃渡りが長くて刃の薄い刃物を使うとうまく引くことができます。皮の端を掴んだら刃物を前に進めるとともに皮の方を引っ張るようにすると皮はうまく引けます。はい、これで皮が取り去りました。腹側の身の皮を引くときもやり方は同じです。このように背側と腹側の皮を引くことができました。そうしましたら次はですね、背側はこの辺、この辺はヒレがついてたあたりかな。ここはね、ほら、なんか脂身がついてるでしょう、よく見ると。これね、結構ね、このぐらいの大きさのバスはここに脂がつくんですよ。だからこれは取り去った方がいいです。それと腹側はですね、この端の特に肛門の付近ね、この辺にはですね、やっぱりね、脂身がつくんですよ。だからここも細長く切り取ってしまった方がいいでしょう。それでこの辺りの脂身は大きいバスだけです。小さいバスの場合にはここにはあまり脂はつきませんので取る必要はありません。この2箇所、この細長く切り取った部分、ここが脂身ですので、ここは取って捨ててしまいます。はい、これで1匹のバスが食材として使える状態になりました。骨もない、皮もない、臭い、脂もついていません。じゃあね、今回のように炒める料理っていうのかな、
そういう時にはですね、生のままの魚を使うと、結構ね、生の魚って崩れやすいんだよね。だから崩れないように、一回引き締めるために焼くことにしましょう。でね、この焼くにあたって、まあ適当な大きさにぶつ切りにしましょうか。まあこんな感じかな。そうしましたらこれを何もつけずに焼くことにしましょう。いわゆる素焼きっていうんですか。このように焦げ付き防止のアルミホイルを敷いた焼き網の上で焼くことにしましょう。そしてバスはこのように焼き上がりました。まあいい感じで焼き上がったんじゃないのな。それでタケノコなんだけどさ、生で使う予定だったけどやっぱね茹でました。バスをさばいている最中に水から茹でた。茹でて冷まして、それでこのように細かく切りました。それにしてもちょっと多いんじゃねえのって感じで、俺もそう思うんだよ。ちょっと多いよなこれ。でもしょうがねえよ、もう用意しちゃったんだからよ。それにあれ、なんだお前これ、なんだお前これ、予定外のワンじゃねえかよ。しいたけな、やっぱりしいたけ入れた方がいいかなと思ってな、用意したんだけど、タケノコこんなにあんだぞ、しいたけこれ入れるのって感じ。俺もそう思ったんだけどよ、もう用意しちゃったからしょうがねえだろうな。でこいつらを油で炒めてから、八宝菜のあのお手軽調味料で和えればいいんだろうな。だよな。でまあ炒めなきゃいけないのはまあこいつだけかな。こいつとこいつはもう加熱してあるから、まあちゃちゃっと炒めもどきでいいと思うんだけど、炒める油はな、今回これだ、これごま油。それもな、山椒の実で香り付けしたんだよ。でこの山椒の実はな、うちの近くの山で取ったやつだぞ。これを使ってな、こいつらをチャ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 っと炒めて、そして最後にこいつで、こいつを絡めてチャカチャカっと加熱っていうか、まあ絡めるぐらいで出来上がりなんだろうな。じゃあな、そのように調理をしていくことにする。俺の見事な中華鍋さばきを見てくれ。中華鍋さばき、見てくれた、見てくれた、すげえだろ、すげえだろな、すげえだろ。何あれで材料もっと上にボーンって放り投げて、中華鍋の外に全部こぼれたらよかったってか、言うと思ったよ。でもな、その米を入れたら最後絶対に永久削除の永久ブロックだからな。分かってんだろな、その米だけは絶対入れないでくれよ。約束したぞ、頼むぞ、頼んだよ。では早速食ってみましょう。これだよほら。それにしてもすげーボリュームね。これ全部ね、あれをこの中に持ったんだよな。こんだけあんだよ。じゃあな、食ってみようでないの。まあ最初はやっぱりよ、バスから行かねばなるまいな。バスな、バス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 、これだ、これ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 。じゃあ行きます。お、うん、味の素さん、おいちいよ、おいちい、うん、さすがだね、ね、バスと八区だけでもって、こんだけのものが作れるとは、うん、うん、うん、じゃあ、次はな、王さんにいただいた八区、八区な、これ、どうかな、一応、水からこう茹でたんだけど、ちょっとだけな、いきます。お、なかなか歯ごたえ、うん、うん、うん、えぐみは、あ、大丈夫だね、うん、茹でた時間はね、そうだな、15分ぐらいかな。15分ぐらい茹でて、それでもってね、冷ましといたの。もう手で触れるくらいにまで冷ましてから、こういうふうに切ったんだな。よし。うん。うまい。うん。八区うまいよ。うん。お次バスな。腹飲み。腹飲み。いきます。腹飲み。いきます。はい。うん。うまい。やっぱりね、こうね、焼いてから、こういうふうにするとね、もう完全にね、身の質がね、こうね、ギュッと締まるからね、美味しくなりますよ。それにほら、こういうね、炒めてもばらけないの。な？すげえだろ。俺ってよ、もしかして中華料理の料理人にもなれるかもしんねえよな。え、あのうちの中華鍋持ってよ、中華街うろうろして、誰か俺を雇ってくんねえかなみたいな感じの武者修行の旅に出ようかな。ん？どうも。ダメ。ダメだよな。よし。うん。うまい。うまいよ、これ。でもね、うまいよ、これ。本当に。
ね、これ売り出したらいいよ、これ本当に、売り出してみろよって言ってもバスがな手に入らないからな、一般的な食材じゃないからなあ。でもバスの代わりに他の白身の魚で作りゃいいんだよなあ、などとな、いろいろ脳が気をこきながらパク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 おつまみ食ったから、ここらでお酒といきましょう。お酒とくれば中華だから、もちろん酒はラオチュウだぞって感じで、これだほらな、ラオチュウ、それも今日はな冷蔵庫に入れて冷やしといた、これをな特製のこの器でいただくことにする。それではいただきます。この破竹何みたいな感じだよ、おい、うまいよこれ、おい、おつだね、おつだよこれね、おつでしょ、おつだよほらな、もう一杯いただきます、もう一杯、もう一杯な、おいいねこれな、本当によし、いただきます。ブエこの破竹何みたいな感じだよ、うまいよこれ。いやでもね、今日の料理は大成功でしたよ、やったよ。それにまだまだタケノコ八竹がいっぱいあるからな、明日からとにかく毎日毎日タケノコご飯が食えるよ、俺タケノコ大好きだからな、本当にありがたいっす、ありがとうございます、ありがとうございます。